これじゃあ皆さん、ニキビがあるの、ここに。あのね、これから DIY をするんだよ。何を作るかというと、うちこういうさ、コップをさ、今ディナー終わったばっかりなんだけど、こういうコップがいっぱいあるわけよ、お家にね。でこれはみんな知ってると思うけど、キムチの入れ物だから。キムチだったりとか、あとココナッツオイルとか、なんだよあのね、コップ買うお金はあるからね。ただ引っ越しをさ、常にさ、こう見ているお家で、で特に引っ越しする予定だったから、でこの先もしかしたらまた引っ越しするかもしれないわけよ、すぐ。だから新しいコップ買って、こう引っ越しのあれで壊すの嫌だから、とりあえずそう、とりあえずさ、これをコップは使ってるんですけどね、このコップさ超似てるっしょ。で、すっごい間違えるの。だから、そのさ、コップに分かりやすく名前をつけたいわけで、こうやってさ、シール貼るとかね。私は何年も主婦やってきてるんで、そうじゃないわけ、シールとかじゃないわけ。私のジニアスな、この知恵をシェアするわけですよ、私、これから皆さんとね。で、ここにさ、この私の大好きなビーズがいっぱいあるじゃんか。これで、あ、見て、気をつけて、ネックレス超かわいいでしょ。 Wait, what? ちょっと待って。あ？おや。今日つけてるこのビーズのネックレスも自分で作ったの。このヘッドにつけてるのは昔ニュージャージーで買ってたんだけどさ、これ見て、これ自分で作ったのね。とか、あとここにお花のやつとか可愛いじゃんかね。で、これさ、私ずっとつけてるのよね、作ってから。これは金具だから、後ろがその何、オール貼るときとか取るけど、もうこれとか足についてる子たち、これとかこれとかは？ You don't know? OK、なんだっけ。あ、それで、これは手作り作ってるじゃん。ね。で、あ、いや、そうだ。で、これを、私ずっとつけてるわけ。オーラ貼るときも、取ってないの。取らないの、絶対に。で、このさ、これゴムで作ってるのねっていうのも、使ってるのがこの子なんだけど、全然お水にも強いわけ。だから、それで、ちょっとボケたりしてる？そのさ、なんだっけ、ここの周りにこうゴムでさ、つければいいじゃん、こういう感じでね。でしたら、あ、これ私のじゃん、あ、これキャミーじゃん、かわいいでしょ、かわいい。これもさ、お花がかわいいでしょ、これ。お花ちゃんが入るようにじゃあやっていく。すごい簡単なんですよ。必要なのはこういう感じね。で、あと、今ね、これをしたのよ。これ見える？これさ、普通に一つ結びするんだけど、そこを2回通らして結んでるわけ。そうすると、こういうさ、玉の大きめの、まあ、結びができるわけよ。キャミのから作る。キャミは何色にしようかな。ただ通してるだけ。
オンにしたのよ。で、これタイティー。ミルク、あとココナッツミルクで割ってもらったよね。普段多分、普通の牛乳使ってると思うんだけど、うまい。あ、強いわ。強いな、うん、ちょっと家にあるアーモンドミルクだ。濃いよね、色も濃いよね。うん、また濃い。作ろうと思います。フローレンスはちょっと長めね、っていうのもお花を入れてあげたいから。でさ、お花のデザインするときって長めじゃないとダメなの。このこれも作るのもそうだし、足のもネックレスもそうだけど、ちょっと長めに撮るのね。でさっきみたいに、あのまず一番初め、そのさビーズが抜けないように玉を作るわけよ。ほんとこのままでで2回通すね。でそうすると普段よりちょっと大きめの玉ができるわけです。 Yes。 それでですね、お花を作っていくんだけど、okay、ここにいっぱいビーズがあるじゃない。色はどうしようかな。こうやって見ると使っている色が分かるでしょ。ピンクいつも使ってるし、どうしようかな。じゃあ花から作ってか、まあいいや。じゃあこれでオレンジでやるね。オレンジのこの玉をさ、まず OK、 もう一回やろう。ちょっと近くでやるよ。超小さいよね。しかも照明がちょっとオレンジだから見えにくいか、こんな感じになるわけですよ。 OK。 そしたらじゃあこの真ん中のやつをちょっと埋めていこう。カラフルにする。オレンジ4つ入れたら次に黄色入れるでしょ。 OK、 こういう感じになってるのね。見えやすいね、これの方が。じゃん、したらこの1個目のオレンジを内側からこの紐をまた通してあげるわけよね。そうすると何が起こるかというと、こういう感じになるわけですよ。裏返ってるね、超見えにくい、まあ、こういう感じになってるの。 OK、 こういう感じしたら次2個またオレンジ入れますよ。2個入れたら今度この黄色の手前のこれじゃない、この子、この子を内側から入れますの。で引っ張るとお花になるね。かわいい。このさ、最後さ、透明なマニキュアとかでここをねちょんちょんってやると、もっとこう何、できたー。ちなみにこの花は
中の真ん中の方が大きいじゃない、ちょっと大きめの使ってるじゃない。だから一番初めこの白いのをビーズ5個入れるのよ。5個入れて、でこの子入れるじゃん、で通してあげたら3つやって、こういう感じなの。ちょっと大きめの花なの。これは小さめだけどね、できた。これで間違いないで済むでー。かわいい。ハロー。マスクしてるの。このね、手作りのマスクは私がよく行くエイジャンスーパーのオーナーの奥さんが作ったやつなの。あの普通に売ってたのね。いくらだったかな、800円、8ドルで売ってて、そう、それでね、それを今つけてるの。やっぱり朝一が一番いいね。こう疲れてない時に行くのが一番いいから。朝一って言っても今11時半なんだけど、うちの旦那が朝のあの株のさ、あの株が9時半には開くんだけど、それをちょっとバーンと見て、まあ、やって、でもちょっと今落ち着いたからっていう状況なわけだから、その間に私がこれ、あ、食料品の彼氏行くんだけど、うん、っていう感じよ。ブラブラ喋ったけどさ、今日のハット可愛いでしょ。うちのね、旦那さんがクリスマスプレゼントにくれたあのスタッドソンのハットなの。可愛いでしょ。あれも欲しいな、ベージュカラーも欲しい。散歩に付き合ってんの。この坂をね、あの電動のスクーターで行くのが楽しいんだって。早くて今週で8歳です。キャミかっこいい、キャミ超かっこいい。今日はこれからコロニアル・ウィリアムズバーグっていう、バージニアでものすごく観光スポットというか有名なところにこれから家族でも散歩に行くんだけど、すごいお家近いからね。で今スキンケアしてるんですけど、これしたじゃん。で次に、この美容液、いつもやってる美容液、キールズのやつと、あとアイクリームをしようと思うんだけど、その後に今日はもう化粧しないから、モイスチャイザーとあと日焼け止めを混ぜて、レイヤーにするんじゃなくて混ぜて顔に塗りますね。で、普段このモイスチャイザーを使ってるんだけど、これファーストエイドビューティーっていうところのウルトラリペアクリームなのね。でこれかなり保湿力あって、ちょっと夏だとちょっとグリーシーな感じになっちゃうから、
今、日中使ってるのはこのモイスチャライザー、アイクリームと同じブランドの多分ブリスっていうブランドだと思うんだけど、ターゲットで買えるやつ、これもビタミン C が入ってるやつね。でこれと、なんだっけ、日焼け止めクリームを混ぜて使います。アイクリーム塗っていくよ。私がいつもこの指をお母さん指って呼ぶから、いつもお姉さん指ですよって言ってくれるのに、皆さん私がお母さん指って呼ぶんだよ。やばいよね、本当に。年なのか何なのか、もう頭がぶっ飛んでるからなのか分かんないけど、やめて、ほんとやめたいわマジで、このさ言い間違え、ほんとやばいでしょ。という感じでやったら、この子これてかあれでしょ、あの今子供たちがねあれ聞いてんの、ベイビーシャークのやつ聞いてるからちょっとうるさいんだけど、これは私の韓国人の友達がおすすめって言ってくれたやつなのね。で彼女さ、すっげえスキンケアくれるわけ。そう、すごいくれるのね。でそれで使ってるんだけど、これはちなみにね SPF が50入ってるわけよ。でこんぐらい出したじゃん。でしたら次にこのモイスチュライザーね、このモイスチュライザーを、これねなんかねモイスチュライザーなんだけどジェルっぽいわけ、それだから好き。あとまあビタミン C が入ってるからっていうのもそうなんだけど、あ、これが日焼け止めで、これがモイスチュライザーで、これをこうやって私は混ぜてで塗っていくんですよ。まあさ、帽子かぶるからおでこあたりは大丈夫だと思うんだけど、ですよ、夏さ皆さん、サングラスもすごいおすすめです。サングラスかけるのなんでかっていうとね、このさ目の下はさ守りたいわけよ、あの太陽からね。だからサングラスかけるとここ隠れるじゃない。だからサングラスとあと、まあ、日焼け止めももちろんだし、まあ、帽子とかね、私しょっちゅう帽子かぶってるんだけど、うん、すると日焼け対策、顔の日焼け対策はできるんじゃないかなと思うから。で残りはこうやって手の甲につけて、で朝のスキンケアはおしまい。Usually everything is packed with tourism or with people, but it's pretty empty. Look at all the hotels. Ori, ah, 座りなさい、エリ。エリさん、座る。Look, guys! 羊がいる。Look! Right there! Come, baby! Hi! 近いね。It's a girl. Look, I'm new. Hi, animal. Hi, sheep. 羊。Okay, honey.You're like a monkey. Okay, 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 gentle.
No! My cookie! うん、落としちゃったの? It's okay. No, eat this one then. It's okay. You're gonna feed someone, so that's good.It's light. Hi. Okay. Hi.Two shot. Flower, you found it? Thank you. I'm tired. I'm gonna get fat.Look how beautiful that is.